皆さんこんにちは。万歳ヨーヤのチャンネルをご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もますます増えてきて900人台に突入しました。本当にありがとうございます。今日の動画、9年ぶりに行われたバンコク都知事の選挙、都議会議員選挙も行われ、その様子を見に行ってきました。自宅を出ればその時から海外旅行、バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳大家です。今回の動画はバンコクの今を伝えるバンコクナウ、久しぶりに行われたタイの選挙の様子をお伝えします。住まいの最寄りにあった投票所、日本との違いをいくつか発見することができました。選挙結果を見て改めてこの国の根源的な問題点が見えてきたような気がします。このあたりのことを万歳大家はどう解釈しているのか、個人的な意見になりますが、最後までお付き合いください。はい、皆さんこんにちは。万歳大家のチャンネルでございます。今日は5月22日、万歳大家はバンコクにいます。一時帰国を終えてバンコクに来た最初の日曜日です。5月22日の日曜日、くしくも今日はタイの選挙の日になります。タイの選挙といっても、バンコク都の選挙です。バンコク都の都知事、それとバンコク都議会の議員さんのを選ぶ選挙の日になっています。これはね、いつもはない投票所を設置されてあります。この白いテントですね。ここで皆さんね、続々と、ボートですね、投票に来てます。何番がないわ？何番がないな？何番がない？マイル。はい、ID カードを見せて、本人確認でしょうかね。あ、それでボートです。これが候補者、今回はバンコク都知事とバンコク、都議会の、議員さんの選挙です。ここが投票所ですね。あれが投票所ですね、多分ね。あ、向こう側で書くのか。おいで、あっちに投票。こちら側は撮影してもいいということで、先ほどちらっとね、映ったね、あの投票所とか、あっち側は、メダルだ、ダメだって言われました。でももう、取っちゃった。はい、どんどん投票に来ます。民主主義です。これがタイの選挙ポスターですね。じゃあこの人投票するときは4って書けばいいのかね。タイ語なので分かりません。でですね、この SV プレイスっていう、マンション、 あそこに SV プレイスって書いてありますね。投票所は SV プレイスだって、ね、あのなんか通知に書いてあったみたいで、それで、マップで探してここ来たら、ちゃんと SV プレイスの前に、こう投票所が、ね、設置されていました。ここはね、万歳大家の住まいの、歩いて5分とかからないね、超最寄りのところです。ここはバンコク都ビンデーン区、ビンデーンという場所にあります。これ第何投票所かな、多分名前があるんだと思いますが、今日はバンコクの選挙の日です。これ多分ね、第59
投票所じゃないかなと思います。59って書いてあります。その右上の、ね、2565というのはタイの、小読みです。その左側にある22というのは今日の日付のことだと思います。向こう側と向こう側、多分ね、都知事選と都議会選の投票所が2つに分かれてるんじゃないかなと思います。こちら側の投票所が、都知事、なんかいっぱいでも候補者並んでるけどね、何に並んでんだ、都知事の投票所です。それでここは指定された人しかこれ、投票できない、この地区の人しか投票できないということになってんだそうです。この選挙結果の日本の報道を見て万歳大家は考えました。依然として旧タクシン派という文言が加えられるということは、やはりこの国の根源的な問題はほとんど解決されてないと認識されているのだと。万歳大家が初めてタイに来た頃から行われていたデモや政変、それは王室や軍隊、お金持ちと南部の人たちが中心となっていた汽車スワル湾。一方、北部とイサーンと呼ばれる東北町、つまり農民などの低所得者が中心となる赤シャツ、スワデーンに分かれていました。その赤シャツが支持していたのがタクシン元首相です。民主的に選挙をすると、多数派の赤シャツ派の候補者が当選するのですが、それを我慢できない汽車がデモを起こし、そしてクーデターにより軍隊による政治、つまり軍政が行われてしまったのでした。民主的に選ばれたはずの政権を非民主的な手段でひっくり返してしまうという暴挙がまかり通っているのが現状ではないかと解釈しています。これをもっとわかりやすく言うと、多数派の所得者が支持する政権に対してお金持ち、ルワイルワイが保身のために非民主的なことをしてしまうと言ってもいいのだろうと万歳大家は解釈しています。タイは日本に比べてお金持ちの人たちはかなり優遇されています。日本のように高額な相続税がなく、少し前に始まった固定資産税もかなり低額です。つまり、一度お金持ちになれば末代までそれが保証されるのです。それを見て、日本は税金を取りすぎだと思ってしまう万歳大家なのですが、タイはいくらなんでも富の再分配が少なすぎなのでしょう。そこが一番の問題ではないかと思います。日本のように累進課税などの税制を機能させ、汚職、賄賂を撲滅してより公平になることを祈ります。ここは別の場所の投票所です。これまっすぐ行くとね、ラチャダの水産にぶち当たります。突き当たります。